松山市港町5丁目の鋳鉄高島屋ローズホールで第35回愛媛の陶芸展が開かれています。これは愛媛陶芸協会と愛媛新聞社が主催で毎年開いているものです。28日は開店式と受賞者の表彰式が行われました。2年連続ということで自分でも信じられない身に余る思いなんですけど、今回去年と違って全く形を別の形に作ったんです。でその白い空白っていう部分を生かそうと思って新たな試みをしました。それを評価していただいたっていうことはとても嬉しく思っております。そうですね、2年連続っていうことはもう今回でまた新しい作品っていうのはまたゼロから出発することなので、心新たに作品に取り組んでいきたいと思います。今回の受賞作品というのは非常に試行錯誤しながら出来上がったものですから、受賞した時は本当に嬉しかったですね。今やってる仕事っていうのはまだまだこれから発展させていきたいんです。で、また試行錯誤しながら頑張っていきたいと思います。はい。会場には陶芸家らが趣向を凝らし作り上げた質の高い陶芸作品が並びます。この第35回愛媛の陶芸展、9月1日まで伊予鉄高島屋ローズホールで開かれています。